こんにちは、ニャでーす。ってことで、環境最強1位、リムルの、究極リムルより強いリムルの最強テンプレ編成紹介していこうと思います。今回、今までずーっと一緒にセットで使われてきました、変身リムルと究極リムル、お別れしております。変身リムル一人ぼっちですね。まあ、といっても、生成ループでね、リムル&ベルトラとか使ってるんで寂しくはないんですけど、究極リムルはいなくなっております。なので、究極リムル持ってる方も、特に持ってない方も必見の動画となっております。まあ、究極リムル持ってる方持ってない方ってよりも、リムル複数処置の方も、リムル一体処置の方も必見の動画って感じですね。ぜひともですね、リムル一処置の方も複数処置の方も高評価よろしくお願いいたします。ということで、早速編成紹介の方やっていこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。特にね、高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。最近ね、編成投稿するたびめっちゃみんな高評価押してくれるんで、モチベ上がっていろんな編成投稿できております。いつも高評価押してくれている方々本当にありがとうございます。皆さんのおかげで楽しく編成投稿できております。はい、ということで早速編成紹介いくんですけど、いつも通りね、ゼロから編成組みながら編成解説をやります。ただいつものリムル編成とは全然違いますよ。まあ、全然違うと言っても見た目は同じですけど、まあ、でも、変身リムルの相方はずっと究極リムルだったんですよ。なんだけど、そのね、究極リムルを根本から破壊してますので、今回はいませんので、だいぶね、ああ、そうなるんだっていう編成になってると思います。はい。ということで、行きましょう。まずはこちら。はい。変身リムルでございます。リーダーに持ってきてます。やっぱね、リーダーに変身リムル持ってくるのが一番いいですね。7コンボ以上で 60% 軽減、水ドロップ消すたび 2.8 倍、1コンボ加算、全パラ2倍ですと。はい。76で使うのが強いですね。水たくさん消せるから。で、毎ターン打てるスキルで、自分と助っ人の上限解放。だから変身リムルは、なるべく自陣側に持ってきたい。で、フレンド側には持ってきたくないというわけでございます。上限解放の数が減っちゃうからね。はい。で、浮遊樹脂4つ。で、インのカゴでございます。はい。ってことで、まあ、いつもはね、これで相方が究極リムルだったらいつも通りなんですけど違うというわけです。はい。で、まずは先生ループなんですけど、先生ループはね、いつも通りですよ。はい。そういうことは、つまりどういうことかっていうと、こういうことでございます。はい。リムル&ベルトラが入ってきますよと。はい。まあ、ここまでね、もういつも通りのリムル編成に見えますね。はい。やっぱ強いですね。リムル&ベルトラ、HP 1.5 倍ループで。で、2ターン目のスキル、2個目のスキルがね、指と回復力とエンハンス返すってことで、マジでやりすぎ。はい。です。こちら、つけてます。で、次なんですけど、一旦武器行かせてください。はい。一旦ね、水属性追加武器をつけるだけなんですけど、つけさせてください。はい。変身リムルなんですけど、ここ、はい。Z でございます。これね、ウルトラマン Z の武器なんですけど、水属性追加、無効貫通、列2つ、指、チーム HP なんで、強いですよね。はい。これ持ってる方おすすめでございます。別の動画でね、これ交換可能って言っちゃったんですけど、これ交換できないです。すいません。はい、間違えました。勘違いです。はい。で、続いてでございます。続いて、リムル&ベルトラにつける武器。ここですね。何の武器つけるかと言いますと、こちらでございます。ここもね、割とテンプレート化してますよね。エアリアル武器でございます。これね、やっぱ強いよね。水属性追加のスキブの4ターンヘイスト武器ですね。樹脂も持ってます。ただこれ一応全然内容は効くので安心してください。まあ、というかですね、基本的に変身さえできればいいので割と何でも大丈夫でございます。まあ、例えばですけど、例えばね、はい、おすすめの代用なんですけど、ゼータガンダムとかリューネアのシルビーとかリムルとかアワリンとかね、あと嫁ノルザとかおすすめでございます。はい。で、続いてです。リムル&ベルトラもう一個の武器、これもね、もうテンプレートしてる化してるんですけど、はい、こちらでございますね。はい、シャードラン、つけております。はい。これも強いですね。水属性追加、チーム HP 2つ、樹脂、帯ですね。同じく、ゼータガンダムとか、リューネアのシルビーとか、リムルとか、アワリンとかで代用可能です。はい。ということで、さあ、ここまでいつも通りですよ。とりあえず、いつも通りのところまで進めました。さあ、では、究極リムルをどのようにして消しているのかというところですね。紹介していこうと思います。いきます。はい。もう行くよ。究極リムルはダブル吸収枠でございます。ということは、究極リムルの代わりに入ってるダブル吸収がいるはずなんです。誰が入ってるかと言いますと、こちらでございます。はい。ゼロ&Z でございます。こちら交換可能のウルトラマンのキャラクターなんですけど、これがですね、強くて、まず25ターンの進化スキルで、6ターンチェーンしながら進化します。これ6ターンチェーンがまず変身にすごく有利で強いですね。で、進化後のスキルがこちら、6ターンのスキルで2ターンダブル吸収、上限解放70億解放、6解除して3色陣でございます。ということで、まあね、究極リムル7ターン2ターンダブル吸収ですけど、こっちは2ターンダブル吸収でございます。今回はこちらのダブル吸収枠を使っていきます。
はい。で、結構ね、これが強くてですね、まあ、もうそもそもね、ダブル吸収と条件解放を持ってるんで、そもそも強いんですけど、プラスジンですね。これが、かなり有用でした。はい。結構ね、リムル編成使っててジン欲しいなって思うことあるんですよね。まあ、そんな時ですね、この、0&Z がいると、ジンが打てますので、ダブル吸収と一緒にね、かなり強かったですね。で、火力も浮遊樹脂3つ無効貫通で高くて、はい。L 字も持ってます。結構ね、今回のパーティーは L 字も組んだりしてあげるとね、強くなったりしますね。水が2個余ったりしたら L 字組むぐらいでいいんで、まあ、組めたら組むぐらいで組むと結構強かったですね。はい。ということで、今回ダブル吸収枠、吸収リムルの代わりに交換可能 0&Z 入ってます。ちなみに、ここにつける武器なんですけど、ここにつけてる武器はですね、これ面白いですよ。はい。面白いかな？はい。こちらでございます。ヤムザです。ヤムザの武器をつけてます。水属性追加樹脂、たこ焼きですね。もう、本当にこれだけって感じ。はい。水属性追加の樹脂のたこ焼きっていうのでつけてます。役割すごいシンプルなんですよね。ウルトラマンのキャラクターね、進化スキルで遅延とか持ってくれてるから、武器でヘイストとか遅延とかする必要がなくて、覚醒作用で選べるんですよね。それが強いですね。だからここにスキル武器とかつけてあげれば、もっと第4の幅広がったりもします。スキルは関係ありません。表のスキルしか使えません。はい。ということで、さあ、じゃあ、相方は？ってなってると思います。はい。そうですよね。まあ、そりゃそうですよ。ということで、まあ、あとね、1枠は、どう考えてもリムルがここにいるってことは、76リーダー枠がいるはずなんですよね。だから、サブもう1枠は、76リーダーの枠。で、もう、相方がですね。はい。そうです。こちらでございます。相方となりますのが、龍が、ミネでございます。今回ですね、龍ヶ峰を使っていきます。こちらでございます。いやー、強いですね。これ、37ターンのスキルでリダチンします。リーダーと一番右のサブを入れ替えます。このリーダーで勝つでリダチンしてくれるっていうね、超優秀キャラクター。で、こちら、リーダースキル、水の2コンボで 80% 軽減、3コンボ以上で45倍、3コンボ加算固定1000万ダメージ。ちゃんとね、究極リムルと同じ1000万ダメージ持ってるんで、新戦時のね、ボスとかの超根性もスキップ可能でございます。はい。そして4ターンのスキルで76番面か、全員のエンハンス2倍、ルーレット生成も持っております。はい。ってことで、敵がね、ルーレットしてきたら、龍神で撃って返すこともできるし、54番面対策で撃つこともできます。まあ、リムルは別にね、54番面絶対死ぬっていう編成じゃないので、54番面のまま耐久もできるんですけどね。はい。で、こちら樹脂3つ無効貫通です。火力も高いですね。で、L 字4つ持ってるんで、アシスト無効潜在をつけてます。で、さっき 0&Z のところでも言ったんですけど、まあ、0&Z も L 字持ってるでしょ。で、こちら、龍ヶ峰も L 字持ってます。結構ね、L 字を、まあ、組めたら組むっていう気持ちでいくといいかなと思います。これもね、毎ターン上限化をしますから、フレンド側ですからね。はい、この変身リムルのスキルで、毎ターン、スケットと自分上限解放ですから、龍神でも上限解放しますから、まあ、L 字組んであげてね、火力出してあげるといいと思います。で、見ての通りですね、はい、こちら、浮遊持ってないんですよ。浮遊武器つけたくないですか？うってつけの浮遊武器があるんです。ということで、おすすめの浮遊武器がですね、はい、こちらでございます。私はね、まだ1体しか交換してないんで、自分では出せないんですけど、このね、ウルトラゼロマント、ゼロ&Z の武器でございます。これが強い。浮遊スキブ、封印、ツイン回復2つ、2ターンヘイストですね。浮遊スキブ武器でございます。強いんでね、これね、できればね、取りたいですね。できれば2体取って、本体武器で使いたいという感じでございます。まあ、本体見てなくてもね、武器で取るっていうのは全然ありですからね。マジで一番今回交換所で熱いキャラだと思います。武器本体ともに強いですね。はい。まあ、龍神にはこれをつけてあげてください。私はフレンドに借りました。はい。ということで、さあ、残り1枠でございます。もう残り1枠はね、わかる方の方が多いんじゃないでしょうか。76リーダーで残ってるのは消せない覚醒無効回復枠です。ということは、実はね、もうすでに動画投稿したんですけど、まあ、リムルのね、はい、すごく良いサブになるというキャラクターでございます。こちらでございます。はい、ゾフィーでございます。まあ、すでにね、ゾフィーの動画投稿していて、その時はね、変身リムル×究極リムルで使ったんですけど、まあ、今回はゾフィーを使いつつ、変身リムル×龍ヶ峰で使っていくということで、はい。こちら、ゾフィーもね、強いんですよね。これまたね、進化スキルで3ターン変装しながらスキルが進化するんですよ。まあ、さっきのね、0&Z と同じです。6ターン遅延3ターン変装で、やっぱ覚醒作用で武器選べるのが強いです。で、進化後のスキルがこちらでございます。4ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効全回復、回復力2倍ということで、4ターンで打てる消せない覚醒無効ってだけでも強いのに、しかも回復力返してくれる。かなり優秀でございます。まあ、新戦術のボスのね、半分発狂後の回復現象とかね、まあ、リムル&ベルトラの2個目のスキルがちょうど噛み合わなかった時とか、ソフィーとか打てばね、回復力返せますから強いですね。はい。あと覚醒ですね。泥鏡2個ずつ持ってるんで、泥鏡をね、アジストで盛る必要もなくて、で、回復エルジ持ってるんで、スキブ潜在つけれます。スキブ5で
使いますね。で、小学生全パラ強化でパラメータ上げて使ってるよという感じになっております。はい。まあ、武器はね、適当に火力盛りをつけてあげてください。見ての通り、やっぱりね、冬持ってないんで、まあ、冬武器つけてあげるといいかなって感じです。まあ、樹脂でもいいし、ほんとここの武器は自由枠って感じでございます。はい。ということで、これで編成の方完成いたしました。新生変身リムルパーティーでございます。究極リムルはいなくなりました。パーティー全体通してね、リムル使ってんのこの1体だけですから、リムル1体しか持ってない方も自陣で組める可能性もあるし、結構いい編成かなと思ってます。それでは続いてプレイ動画の方を見てもらおうと思います。行く壇上はもちろん新戦獣でございます。見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。環境最強1位、リムルの最強テンプレ。ただし、今回は普通の最強テンプレではございません。なんて言ったって、変身リムルとセットの究極リムルがいなくなってますから。はい。究極リムルはね、ダブル吸収枠なんですけど、今回ダブル吸収枠は 0&Z に任せまして、で、リーダーは龍ヶ峰が務めております。自分でリダチェンできて偉いですね。はい。ということで、まず1回走 0&Z 打って2ターン待ち。で、エアリアル、ゾフィーと打ちまして、3ターン待ち。で、龍ヶ峰、0&Z、シャードラン、リムルと打って1コンボした後に突破となっております。はい。ということで今 0&Z 打って、シャードラン打って、リムル打つところでございますね。はい。さあ、で1コンボしていきます。で、ちなみに今回なんですけど、リダチェンのね、元のリーダー、76リーダーとしてゾフィー使ってます。これはもうすでに動画投稿しましたね。最初に投稿したゾフィーの編成は普通にリムル×究極リムルの編成で投稿しましたけど、やっぱね、ゾフィーは強いですね。はい。シンプルにやっぱ消せない覚醒無効が4ターンで打てるのが強いっていうのと、やっぱね、進化時のサンタヘストが偉いんですね。はい。まあ、これちなみになんですけど、0&Z もね、進化前のスキルが6ターン遅延で、これまた強いですね。はい。まあ、さっき遅延にかけてね、1コンボしてましたけど、0&Z とゾフィー、どっちもね、進化スキルで進化前のスキルが超優秀でございます。はい。ってことで、そこ行ってるうちに2階層やってまいりました。2階層なんですけど、ここね、ルーレット来ても、龍ヶ峰打ってルーレット返せるんで、別に誰が来ても楽でいいですね。はい。今回はルーレットが唯一ないスサノオが出ております。ってことで、リムル&ベルドラ打って、変身リムル打って、で、適当に水分割していきましょう。やはりですね、水と回復を組むだけでいいので楽でございます。はい。ということで、まずはシールド壊していきましょう。はいと。よし。まあ、究極リムルね、いいところで言うと、やっぱシールド赤あるのはいいところなんですけど、まあ、そもそもこの編成ですね、編成全体でリムル1体しかないので、かなり組みやすいはずなんですよね。で、しかも、まあ、0&Z も交換可能ですよね。はい。で、まあ、最悪、龍ヶ峰は借りてもいいし、フレンドに。はい。まあ、一応確定で買えたから、買ってる人もいいかもしれないですね。リムル確定買ってる人は、龍ヶ峰確定も買った人が多いかもしれないですね、もしかしたらね。はい。統計取ってないんでわからないですけど。まあ、なので、結構組みやすい編成になってるのかなと思います。武器もね、結構大学行きますし、やっぱね、0&Z とゾフィーがですね、どっちも進化前に3ターンヘイトと6ターンチェーン持ってるおかげで、武器のね、代用がすごいしやすいんですよね。その2体は覚醒作用ですから、武器。はい。ってことで、かなり良い編成だと思ってます。ってことで、ね、あれですね、倉庫行ってるうちにシールド壊しました。はい、本体殴りでございますね。リムル&ベルドラとリムルを撃ちまして殴っていきましょう。はいと、いいですね。はい、633と消してあげてね。はい、OK です。これで殴っていきましょう。ちょっとずれちゃった。はい。これね、例えばですけど、0&Z を究極リムにしたとするじゃないですか。そしたら、じゃあ、龍ヶ峰リーダーじゃなくて良くないってなるんですよ。はい。究極リムル相方持っていくからね。はい。なので、この形が一番ベストなんですよね。はい。これ、一番いいです。ということで、続いて、はい。色変わりましたね、敵の。貴族性だったんですけど、色変わってくれたんで、ここからもう倒しに行こうとしているところでございます。ありがたいですね、色変わってくれるのはね。はい。ということで、しっかりと組んであげて、これで突破していきましょう。はいと。よし。いいですね。オッケー、突破でございます。ということで続いてです。続いて3階層ですね。3階層4択階層なんですけど、アマテラス出た場合はゾフィー打って2パン。で、イザナギ出た場合は、0&Z 打って1パンでございますね。で、ツクヨミはゾフィー打って2パン。オオクリヌシ Z 打って削った後にゾフィー打って殴っていくという形になります。はい。さて、今回アマテラスなんでゾフィー打ってあげて、で、2パンしていきましょう。はいと。さあ、回復分割して、水も分割してと。はい、いいですね。さあ、水が繋がりました。なんで、はい、まあいいでしょう。まあ、2パンするって関係ないですね。よし、火力はそんなギリギリじゃないですか。はい、削ってあげて、よし。さあ、ではまた、リムル&ベルドラとリムロを打って殴っていきましょう。リダクレフェイスとはあんま関係ありません。はいと。さあ、で、今回ね、Z 武器つけてます。変身リムルには Z 武器、ウルトラマン Z の武器つけてます。で、リムル&ベルドラも打って、で、
はい、こちら龍画面の裏につけてるのがこれまた 0&Z でございます。はい、0&Z ね強いんですよね。浮遊スキブにダンヘイストね、ペネロペとかあとはシズとかと同じあのスキルでございます。持ってるので優秀なんですよね 0&Z ね。はい、武器でも本体でも優秀と。はい、まあ、いうことで、まあ、とりあえず殴っていきましょう。水しっかり分割してあげて、はい、全力殴りで倒していきましょう。はい、よし、スーパンでした。ってことで続いて4階層ですね。4階層アシスト無効は水か闇の L 字組んでアシスト無効を回復してください。サスケは2パン、ハンゾーは 0&Z で倒してください。はい、でアシスト無効回復洗剤はね、例によって龍神についてますので、はい、L 字組んであげてください。水か闇ですね。よしと、さあリムル&ベルドラ打って、はい、 0&Z のダブル吸収も打ちまして、でリムルも打ちますと。はい、さあこれね、地味にね、0&Z のジンがね、嬉しいですね。シンプルに。まあ、結構リムルの編成使ってて、わ、ちょっとジン欲しいなって思う時ってあるんですよね。はい。ちょうどいい感じにそれをね、自走してくれてるので、いいです。良いです。はい。ということで、L 字2個組めてあげてみました。さあ。では、殴っていきましょう。はいと。よし。このね、ヒドロップもね、組みやすいですよね。あるとね、L 字ね。ってことで、続いて5階層でございます。5階層、竜神ね。撃ってあげてください。で木の敵ターゲットして削ってから全体攻撃で2パンとなっております。はいと、さあいいですね。5、4番目になりました。では、はい、リムル撃ってと。さあでは行きます。はい、闇分割と。はい、 OK でございます。地味に水は3個残しました。はい、あ、で、たまったらね、竜神ね、打って76番面か解除してください。逆でした、54番面か解除して76にしてください。はいと、さあ攻撃を受けまして、はい、リムル&ベルドラ打ちますと。よし、でちょっと無理そうなんで、ここはもうリムル打たずにね、変身リムル打たずに殴っていきます。はいと、さあ火力も出ませんでしたね。ってことで、たまりました竜神ね、打っていきましょうか。はいはい、よしとか言ってたらですね、見てください、貴族性増えちゃいました。ちょっと嫌ですねこれはね。はい、ってことで76番面化してリムル&ベルドラ打って、リムルも打って、はい、いきます。さあ回復組んで、水組んで、回復組んで、でまた水組んでと。はい、いいですね。しっかり分割してあげて、これで殴っていきましょう。はいと、いいですね。はい、落ち込むのって、よし、さあ削っていきます。で攻撃を受けますと。よし、さあまた殴っていきましょう。リムル&ベルドラと変身リムルを打っていきます。はい、さあ貴族性が一体残ってるんで、やっぱ削っていきましょう。はいと、よし、いいですね。水分割して、水分割して、はいと、よし、さあ殴っていきます。いいですね。で全体消しもちょっと今回は含めてますね。でもう削っていこうというところでございます。一発で削っとけばですね、全体攻撃で2パンできます。はい、よしと、息削りですね。んで怒ってと。さあリムル&ベルドラとリムル打っていきましょう。よし、さあではいきます。水組んで、回復組んで、水組んで、さあで水組んで、よし、で全体消しも組んでおきますと。いいですね。さあでは、はい、仮面階層突破していきましょう。結構長く滞在しましたねここね。はい、続いてでございます。続いては6階層です。6階層なんですけど、6階層はね、ただ削るだけの階層でございます。誰が出てもただひたすらに水と回復消していくだけですね。はい、リムル&ベルドラを打ちます。変身リムルを打ちます。はい、さあではいきます。基本的にもう水さえ見てれば OK ですね。はい、水組んで、で水組んで、水組んで、水組むと、はい、 OK です。ということで、はいはいはい、よしと、落ち込む乗って、で削っていきましょう。はい、 OK です。で攻撃を受けていきます。はいと、よし、さあまたリムル&ベルドラとリムル打って殴っていきましょう。
で、ここね、発狂気をつけてくださいね。まあ、踏まないと思うんですけど、踏む可能性もありますからね。注意してください。で、殴っていきますと。はい、水分割と L 字組んでと。よし。さあ。いいですね。はいはいはい。削っていきまーす。いいよしと。さあ、あとちょっとですね。一発押し込んで倒せますと。よし。では、リムル&ベルドラと、リムル撃って殴っていきましょう。よし。さあ、水汲んで、回復汲んで、水汲んでと。はい、いいですね。さあさあさあ。では、倒していきます。はいと。いいですね。落ち込むのって。はいと。よし、突破しました。さあ、続いてでございます。続いては、7階層ですね。7階層、ここ、うずら月出た場合削るだけ。で、潮流祭出た場合は、正方形不要ですね。で、削っていくだけで、ずっと敵属性なんで、無効貫通張ってくるんですけど、ただひたすらですね、平積みしてれば削れていきます。で、折り紙出た場合は、ゾフィー打って、覚醒無効解除して、ワンパンですね。指現象返せないときは、0&Z も打ってもらって構いません。はい、今回打ちました。さあ、では行きます。指現象返さなかったんで、はい、ゴリ押しでね、水だけ汲んで殴っております。はい。で、ワンパンしていきましょう。よしと。はい、これね、タイミングによってはね、リムル&ベルダーの指延長を直せない時あるんでね。はい。そういう時は、このね、0&Z の陣が強いというわけなんですね。はい。では、続いてでございます。8階層、シールド階層ですね。シールドは2パン。で、本体も2パンでございます。で、属性吸収、ダメージ吸収はね、0&Z で対応してください。はい。ということで、行きましょう。さあ、リムル&ベルドラを打ちまして、はい、水。はい、水と。よし。いいですね。しっかり組んであげて。これで、まずはシールド削っていきましょう。よしよしよし。いいですね。よしと、シールドをまず削りますと。で、攻撃を受けて、さあ。では、いきます。リムル&ベルドラと、変身リムルを撃ちまして、はいと。よし。では、殴っていきましょう。水汲んで、回復汲んで、水汲んで、回復汲んで、はいと。よし。はい、殴っていきましょう。シールド2パンでございます。よしよし。はい。ということで、本体ですね。本体も2パンでございます。さあ。では、殴っていきましょう。はい、攻撃受けて。で、ダメージ吸収来ちゃいましたね。はい、ダメージ吸収来ちゃった場合は、しょうがないんで耐久してください。まあ、無理です。はい、リムル&ベルトラとリムル打って。で、今回ね、シールド2パンしてて、で、本体ね、2回しか殴るチャンスなかったんですけど、まあ、そこでダメージ吸収来ちゃってるんで、ちょっとあれですね、もう一回シールド壊さなきゃいけなそうですね、これはね。はい。ってことで、さあ、攻撃を受けまして、またダメージ吸収です。なんと、一度も削らせてくれませんでした。まあ、どっちみちシールド壊してあと2パンするんで、変わんないですけど、はい。ね、運悪く、2連続、ダメージ吸収ですね。はい。しょうがないです。もう一回殴っていきましょう。水分割してあげてと。はい。OK でございます。で、待っていきましょう。よしよし。さあ。いいですね。しっかりと。はい、どう。さあ。全部吸収されました。ちょっと削りました。はい。シールドです。もう一回2パンしていきましょう。シャーなしです。はい。攻撃を受けます。リムル&ベルドラを撃ちます。そしてリムルも撃ちます。はい、どう。よし。では、殴っていきましょう。水、回復、水、木。はいと。で、また水汲んで、水汲んでと。いいですね。はいと。では、シールド破壊していきましょう。よしよしよし。はいと。いいね。削っていきます。よし。さあ、こんだけ削れば次は絶対倒せますね、シールドね。はいと。で、次は 0&Z 溜まってますので、ダメージ吸収、属性吸収来ても大丈夫です。はい。さあ、究極リムル&ベルドラ。違う、究極リムルなんていないですね。リムル&ベルドラと、変身リムル打って、さあ、殴っていきましょう。はいと。よし。ってことで、シールド壊していきましょう。はいはい。よし。はい。ってことで、本体2パンしていきましょう。はい。攻撃受けます。で、リムル&ベルドラとリムル打って殴っていきましょう。はい、リムル&ベルドラ。で、はい、変身リムルも打ちます。さ
さあ、では行きましょう。よし。リムル&ベルドラ。はい、行きます。しっかりと水分割して削っていきましょう。ワンパンアリケンジ、ツーパンでございます。はいはいはい。よしと。あ、いいですね、落ち込むね。はい、削ります。いい、よしと。で、攻撃を受けたら、またリムル&ベルドラ、リムル打って削っていきましょう。はいと。さあ、で、打っておきましょうね。これね。はい。草ゼロ&Z も打って、で、リムル&ベルドラも打って、リムルも打ちます。はいと。さあ、では殴っていきましょう。なんか言いづらいと思ったら、アンドキャラばっかになってるのか、編成が。だから喋りづらいんですね。はい。まあ、ということで、突破していきましょう。リムル&ベルドラと、ゼロ&Z 打ちまして、さあ、殴っていきましょう。1体の名前を呼ぶと、2体分喋ってることになりますからね。なんでもないです。はい。ということで、突破いたしまして、さあ、本体、ボスでございます。はい。ボスは、ただ通パンするだけでございますね。はい。では、殴っていきましょう。はい、攻撃を受けますと。では、ゼロ&Z。違いました。これは、リムル&ベルドラを打ちまして、リムル&で、これはリムルでした。はい。リムル&ベルドラ打ちまして、リムル打ちまして殴っていきましょう。はい。脳みそが。はい。いいですね。しっかりと分割してあげて。はい、分割してあげて。はい。いいですね。よしと。さあ、綺麗に落としも組めちゃいました。よしと。はいはいはい。よし。んでは、殴ります。いい、よしと。すんごい削りましたね。さあ、で、5コンボ現象です。しっかりコンボすれば5コンボ現象も乗り越えられます。はい。さあ、リムル打って、リムル&ベルドラを打ちます。このね、水闇の二色陣の時はね、先にリムル打つ方が組みやすいかなと思いますね。はい、まあ、どっちでもいいんですけどね。さあ、では、しっかりと分割をしてあげまして、さあ、あそこが闇になったら手を離すと。はい、OK です。手を離すって動かすと。ということで、さあ、しっかりとコンボも組んで、で、たこ焼きも、はい、水のたくさん消しもしております。よし、突破していきましょう。ここでダメージで飛んでいきます。ちゃんと1000万ダメージありますからね。ということで、最終階層ボスまでやってまいりました。最終階層はですね、ここ、ダブル吸収は Z、0&Z は温存で、はい、最後、発狂でダメージ吸収きますから、温存で。で、超根状後はですね、水の L 字組んであげてアジストの子を回復してください。もちろん闇でもいいですけどね。はい。で、リムル&ベルドラか、ゾフィー打って回復力を返しながら殴っていくことになります。半分時回復現象来るんでね。しっかりゾフィーか、リムル&ベルドラの2個目のスキルですね。使えるようにしといてください。はい。では、殴っていきましょう。水分割して、はい、水分割して、はい、と。で、水分割、水分割と。はい、いいですね。さあ、では殴っていきましょう。で、殴るときね、L 字組んであげた方が、竜ヶ峰が軽く出るんで、おすすめでございます。竜ヶ峰ね、上限解放してるんでね。はい。しっかり上限解放活かせるように L 字組むのがいいですね。まあ、組めたらいいです。組めなかったら別に、ここ別に何体で倒さなきゃいけないとかないので、はい。ゆっくりやればいいです。さあ、ってことで、行きましょう。はい。さあ、マイナスドロップ注意ですね、回復ね。はい、しっかりと、回復分割して、水を組んで、はい。で、水を組んでいきます。で、L 字も組んでいきます。いいですね。さあ、殴っていきましょう。はいはいはい。よし。はいはいはい。水の落ち込みいいですね。水目覚めですね、今。はい、削っていきます。よし。いや、ガリガリ削れております。さあ、では攻撃を受けまして。さあ、リムル&ベルドラとリムルを打っていきましょう。で、無効貫通貼ってますね。さあ、水組んで。で、無効貫通を組みます。めっちゃマイナス入ってますけど。で、水分割。で、適当にコンボ組んで、水分割と。はいと。よし。では、殴ります。はいと。よし、削っていきます。さあ、超根性でございます。で、アジスト無効が来ますね。はい。で、攻撃を受けて、指現象来ますと。さあ、では、リムル&ベルドラの2個目のスキルか、もしくはゾフィー打ってあげてください。はい。で、リムルも打って殴っていきましょう。今はね、ゾフィーで回復力返したんで、指現象は返せてませんので、まあ、そんな短くはないですけど、気をつけてください。はい。さあ、ということで、しっかり分割しながら、L 字組んでアシスト向こうを回復して殴っていきましょう。はいと。よし。
では攻撃を受けてと。さあリムル&ベルから2個目のスキルで指も返していきます。で、はい、リムルも打って、さあいきます。よしよしよし、水分割、水分割、さらに、はい、水を、はい、分割して、よしよしよし、いいですね。しっかり L 字も組みましょう。龍ヶ峰の火力出していきます。はいはいはい、よし。おっと、 L 字の落ち込みですね。水の落ち込みですね。はい、削っていきます。よしと。さあ、まあ、あと一般かなってところですかね。さあではいきます。ニムル&ベルドラとニムル打ちましょうが、倒し残してもダメージ吸収スキルあれば大丈夫です。でもここでね、 0&Z 打っても2ターンダブル吸収ですから、発狂時もダメージ吸収継続しますから、もう打っちゃって大丈夫です。はい、では分割していきましょう。水汲んで、で水汲んで、はい、で水を汲んで、で L 字も組みます。はい、繋がってました。逆でした。はい、まあいいでしょう。よしよしよし、しっかりと、はい、落ち込ん乗ってくれてますね。素晴らしいです。あと水の落ち込んがすごい。はい、ということでこれで倒しておしまいでございます。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい、続いて代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に変身紹介すると、変身リムルに Z、 リムル&ベルドラにエアリアル、リムル&ベルドラにシャードラン、ゼロ&Z にヤムザ、ゾフィーにエアリアル、リュウガミネにゼロ&Z です。継承全部スキルビーチで OK で、必要 HP は QF で204800に、アジスト無効状態で181335です。必要スキル25で、バッチは HP、リダフレ逆 NG でございます。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP3 つ、チーム回復7つ、水タコ4つ、帯と水属性追加が必要です。で、Z、こちらチーム HP、チーム回復、無効貫通、水属性追加役割ですね。HP 回復、火力に注意して水属性追加で OK で、ラスソニアとかアマリン、ヨメノルザ、リムル&ベルドラ、リューネ&シルビーとかで OK でございます。続いてリムル&ベルドラに継承してるエアリアル、こちらですね、スキブとチーム回復と10シート水属性追加、4ターンヘイストが役割です。スキブ回復、火力注意してヘイストで OK ですね。代用候補はシャードランと同じです。で、シャードラン、こちらチーム HP と帯と10シート水属性追加、ダメージ無効が役割ですね。 HP、帯、火力に注意してヘイストで OK です。ゼータガンダムとかリューネ&シルビー、リムル、アワリン、ヨメノルザとかおすすめでございます。続いてヤムザ、こちら水タコと10シートダブル吸収役割ですね。火力注意して火力盛りで OK です。ムイチロウとかユニコーンガンダム、ミサカミコト、アグリゲート、ダリルバルデ、ミズマーベル、カノ、エアリアルとかで OK でございます。続いてゾフィー継承のエアリアル、こちらスキブとチーム回復と10シート水属性追加が役割ですね。スキブ回復、火力注意して火力盛りで OK で、ゼータガンダムとかヤムザ、シャードラン、選挙、カラットとかで OK でございます。そしてゼロ&Z ですね、こちらスキブとチーム回復と浮遊2ターンヘイストが役割ですね。スキブ回復力、火力、リダフレヘイストに注意して火力盛りで OK です。リムルとかベルドラ、シズ、ペーネロペ、ジャスティスガンダム、そう、ゾフィー、ファスカ、マスターガンダムとかで OK でございます。そして本体代用のための役割、ゼロ&Z、こちらスキブ2個の火力枠、6ターン遅延と、ロック解除陣、そしてダブル吸収と上限解放役割です。スキブ火力威嚇注意してダブル吸収で OK で、究極リムルとかエアリアル回収型アイゼンツとかでも OK でございます。続いてゾフィーです。こちらスキブ後の火、水、回復泥鏡と76番面化火力枠、そして3ターン変質と血内覚醒無効回復、回復エンハンス役割ですね。スキブ火力ヘイストに注意して、オリーとか、クラミー、学園ビオーネ、ハマズラ、デンジ&アキ、バレミアリスとかで OK でございます。ということで以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。